5時になりました。おはようございます。おはよう仙台の時間です。ではまず全国のニュースからお伝えします。安倍首相がモスクワに行きました。ロシアと中東3カ国歴訪に出発した安倍首相は28日夕方、日本時間28日深夜、モスクワのブヌゴブブブヌゴボブヌゴボブヌゴボ空港に到着した。29日午後、29日夕方、プーチン大統領との首脳会談に臨む。首相は28日に出発に先立ち、羽田空港で記者団にプーチン大統領との個人的な信頼関係を構築したい、停滞していた平和条約交渉の再構築となる訪問としたいと抱負を述べた。首相はロシアに続きサウジアラビア、アラブ諸国連邦、トルコを訪れ、エネルギー、政治、経済、安全保障など幅広い分野で関係強化を図る。それとですね、稲田行革大臣が、靖国神社を参拝しました。稲田朋美行政改革担当大臣は28日東京九段下の靖国神社を参拝した。関係者が明らかにしました。第二次安倍内閣の官僚としては麻生太郎副総理兼財務相らに続き4人目となります。では次に、仙台東北のニュースということです。任期満了に伴う、仙台市長選、7月28日告示、8月11日投票は、告示まで3ヶ月となりました。現時点で立候補を表明した人はまだいません。現職の奥山美恵子氏、60歳が再選を目指すのは確実されているが、まだ態度を表明していません。私も出ようかなと思います。はい。では次、震災関連のニュースです。宮城県内の、食品製造業の従業者数が東日本大震災前と比べて約 20% 減少したことが、県が事業者を対象に行ったアンケートで明らかになりました。水産加工業の、減少が目立っています。県は沿岸部で自宅を失い内陸などに移り住んだ被災者が多く、地域に人材が不足しているとみなしております。では次は福島のニュースです。東京電力、第一原発事故による、福島県の避難区域のうち、ゴールデンウィーク訪問中に特例で認められた夜間の宿泊が27日5つの自治体で始まった。飯舘村の村長が妻と避難先の福島市から自宅へ、今でテレビを見たり孫の写真を眺めたりしてじっくり過ごし、自分の家はやっぱりの長いや。要するにですね、飯舘村の村長がですね、自宅はゆっくりできるよと、そういうことで、はい。で、南相馬市では256人、飯舘村では164人、これ読めない、川内村では30人、田村市では80人、5月6日までの最長9泊10日、自宅で寝泊まりができる。宿泊が可能なのは通常は、日中しか立ち入りできない避難指示解除準備区域と住居制限区域、年間被曝放射線量が50ミリシーベート超の帰還困難区域や対象外です。ここまで淡々とニュースを、読んでみたんですが、アナウンサーってすごいですね。噛まずに読んですごいです。だからもうカミカミだったでしょ。やっぱアナウンサーの人って多分すごいんだと思います。そこでですね、僕一人でなんかやってて言ってもちょっと間が持たないということでですね、ちょっとコメンテーターの方に登場してもらうかなと思うんですけど、準備大丈夫でしょうか。はい、はい、ではよろしくお願いします。どうぞ。拍手が、はい、みんな疲れてますね。皆さんおはようございます。ありがとうございます。
あ、もうちょっとお名前の方とか、はい、あ、お前お名前の方とか、漆田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。おはようございます。はい、はい、でですね、はい、まあまあ、何をやっていこうかということですね。実はノープランであります。なるほど。でなんこれ一応ね、なんか新聞があるんです、はい、某新聞社の。これはなんと、今日の新聞、今日の顔でございます。新聞、これ紹介していいのかよくわからないんですが、はい、まあ、こっそりね、はいはい、こっそり、まあ、これを見ながら、はいはい、あのさっきまでのは、まあ、なかったことにしてねやっていきたいと思います、はい、あのグダグダ感のね、はい、皆さんちゃんと新聞は読みましょうね。新聞読み、はい、ちゃんと皆さん家で新聞購読してますか。はい、新聞よ購読してる人まず、お、一人、まあでも実家だよね。実家だよね。じゃあ、まあ、実家でちゃんと買ってる。じゃあ新聞読んでるって人いない。あ、携帯でそれ新聞じゃないの、うん、新聞じゃないよ、ね、携帯で毎日新聞みたいな。なるほどね。今日は家屋新報さんだ。勝手に紹介する、勝手に紹介するっていう、はい、ちょかなりグレーなゾーンで、まあここ映さなければ。そうですね、うん、記事をねこのコピーしちゃうとちょっとあのなるほど、いろいろ引っかかりますけど、はい、あくまで我々はちゃんとそこで買ってきたわけです、新しい新聞。っていうかもう朝5時にさ新聞が外で買えるって皆さん知ってました？知ってました。これちなみにどこで買ってきたんですか、この新聞を。北目町のローソンです。ローソンで、コンビニでもう置いてあるんですね。こんな朝早くからすごいですね。そうですね、はあ、そんなわけでですね、はい、こんな時間でももう最新の朝刊が読めるということでですね、はい、せっかくなんでちょっと何かいくつか気になる記事をそうですね、こっそり勝手に紹介していきましょうか。昨日楽天負けたんですね。あ、昨日楽天、わすごい、15対1で負けたんですね。大敗しておりますね。はい、まずここから始めるっていう。ちなみにあの今日あのスポーツニュースはですね、詳しくはあの何時からでしたっけ、何時から今日の9時半から、9時半から、はい、竹地 FC、うん、9時半から竹地 FC、はい、竹地 FC でですね、あの宮城県内の、はい、プロスポーツについてですね、さまざま紹介していきますので、はい、まあ、この15対1についてもですね、その時にちょっと詳しい解説が入るんじゃないかな、ね、してくれるんじゃないかなと思ってますね。よろしくお願いします。はい、はい、しかしボロ負けしましたね。ボロ負けですね。これがもう目に なんか、ね、目立ちますね。すごい、はい、清々しいですね、うん、はいはい、で、はい、第1面が今日何なんですかね。第1面はですね、施設の役割5人広がるということで、避難所について、の、まあ、特集記事ですね、こちら。なるほど、はい、あの、防災減災我がことというですね、特集記事を今家屋新報さんの方でやっていまして、なので今日は多分あの大きなニュースがおそらくなかったんじゃないかなと思って、昨日一日はですので、特集記事が一面を飾っています。これ第5部って書いてありますから。そうですね、なんでかなり長期シリーズですね、はい、あの皆さんもぜひ防災についての意識を高めていただければと思います。はい、つまりあのはい、まあ、何も大きなニュースがないってことで、はい、平和だったのかもしれませんね。なるほど、確かに昨日はちょっと一日平和だったのか、ね、一日平和ってことで、はい、あの非常に企画側としてはちょっと困る状況となっておりますね、はい、まあそんなでも ね、世界の不幸を期待してもしょうがないので、ね、しょうがないんでね、はい、なんかじゃあ、はい、まあ、とりあえず1ページ目めくってですね、はい、1ページ目の方にそうですねちょんと行きたいと思います。はい、はい、あー、なるほど、あの昨日ですね、山口県で、あ、そっち行きますか。じゃあ山口県でですね、参院の補選選挙が行われたそうですね。そうなんですね、はい、それで、あ、やっぱりもう自民党の候補が勝ってしまったということですね。勝ってしまったっていう、勝ってしまったコメントにトゲがありますけど、勝ってしまったというか、ね、勝ったと、まあなんというかやっぱその民主党とかですね、はい、そこら辺の党もやっぱ最近も負け続けということですよね。そうですね、あの前回の衆院選でまあ自民党は大勝したわけですけども、はい、それからもう、ね、なかなかもう、はい、こういった選挙区で民主党の候補は勝てない状況が続いているという、はい、この家屋さん あのこの見出しがですね、率直ですね、盛り上がらずって書いてある。あ、なるほど。なかなかちょっとやっぱ、うん、あの投票する側も、まあ、あのこの人が勝つんでしょみたいなこう空気とかが流れると投票率下がる傾向にありますからね、うん、まあ、そういった意味では あまり勝ちすぎてしまうというのも、うん、こうね、まあ、政治についての関心を、うん、浅くしてしまうというのはちょっとあるのかもしれないです、ね、もうみんなも自民党にしか投票するしかないって選択肢になってきてる、ね、まあ、今はちょっとこの時期はそうですね、またこれからその安倍首相の評価によって変わってくることがあるのか、あるいはもうより信頼を得ていくのかというところはちょっと注目していかなきゃいけないです、ね、
い、その話題に上がったですね、はい、安倍首相がですね、この新聞によりますと、はいはい、まあ、昨日あの沖縄のこの主権回復の日本式典、あ、はいはい、沖縄じゃないですね、これ日本の、あ、サンフランシスコ上で、28日にですね、うん、あの、まあ、4月の28日、61年前の4月28日に、サンフランシスコ講和条約が、あ、まあ、締結されたというわけですね、はい、でここで日本が、主権を取り戻したということを お祝いする式典を開くということが、まあ、安倍首相の肝煎りで始まったわけなんですが、ところがですね、一つここには大きな問題がありまして、はい、実はそのサンフランシスコ講和条約が発行された時にはですね、沖縄は、あ、そうですね、はい、うん、アメリカの管理下に置かれる、引き続き置かれることになったということで、実は、日本が独立した日にアメリカは、あ、すみません、沖縄は日本から切り離されてしまったという、なので沖縄の方々にとっては、うん、まあ、非常にそのサンフランシスコ講和条約というのはある意味屈辱的な日でもあると。だから、はい、つまりだからこの見出しに書いてある沖縄に入りを、はい、まあ、首相不信って書いてあるんですけれども、はいはい、まあ、そういったところですよね、はい、そう、沖縄の人にどう配慮してこの式典に臨むかということ、はい、そうですね、はい、まあ、沖縄の知事もですね、もちろんこの式典には呼ばれていたんですけども、まあ、こういった背景からですね、実は、知事本人は出席せずですね、確か副知事だったかなを、はい、代わりに出席させたというような、あ、代理出席ですね、はい、あの高吉副知事が代理出席したというようなところですね。まあ、そういった政治的な、ね、はい、判断があった、はい、ということですね、沖縄県の中でも、はい、そうですね。なるほど。じゃあ次の方に、はい、3面はこれは3面はこれもさっきあの1面の続きで防災に関する記事ですね、続いています。あとこれもう一つがですね、はい、春の叙勲、あ、はい、皇室からもらえるあれですか、賞ですかね。いや、これはですね、実は政府が発表するものですね。まあ、もちろんこう出すのはあの、うん、なんですけど、ちょっと私も詳しくない、あのあれなんですけど、あの一番偉いやつ、大きなやつは天皇陛下から、あ、旭日なんとかって、そんな感じがありますよね、勲章ね、勲章とかって、うん、はい、ちょっとこのここあの無知を晒すんで飛ばしませんか。そうですね、はい、もう何のコーナーか分かんない。これしかも次のページ、これ、はい、あ、春の受賞者一覧、すごいですね、まあ、4000人も受賞してますから、ね、大受賞とかなんか、はい、いろんな賞があるんですね。どういったことをするともらえるんですかね、このなんか偉い人じゃないですか。どういう、でもなんかあの、はい、一つに僕の親戚がいます。親戚がいる、なんと紫綬褒章、でかいじゃないですか、はい、何したんですか。わかんないです。え、でもあとそれには載ってないですけど、5月にうちの祖父が勲章を取ります。それ言っていいの。あ、大丈夫です。あ、そうなんです。それ なんでもらえたんですか、祖父さんは。あれです、健康じゃねえ。健康だから。健康だから竹丸家は健康だと。そういった章が組合、免税組合の会長、理事長かやってるんで、はい、それの保険とかのやつで、あんたよくやったね、なんかやっぱいろいろな形でもらえるんですね。これ見るとですね、はい、岩手県の人なんか消防団の人がすごい多いんですよ、はい、これ実はですね、あのここの家屋新報さんに載っているのは東北の人だけなので、まあ、でね、なのであのほとんど岩手県とか宮城県とか、まあ、なんですけども、これ消防団が多いんですよ、だから、あ、消防団がのあのやってたり、これつまりあの震災とかで率先してやってた方とかなんじゃないですか。でも年上の方なんで、どうなんですかね、やっぱその長年やった方々にそのうん、まあ、あとやっぱ公職の方ですね、公職についている方で、うん、高齢の方がかなり受賞しているということなので、じゃあ我々がもらう機会はないんですかね。あ、悲しいですね。あ、まあ、でもあの倍賞千恵子さんでしたっけ、芸能人の方が受賞されて、はい、倍賞千恵子さん、ね、といった例もあるんですね。芸能人になるしかないんですから、ね、僕たちが残されている道としては、そうです、まあ、あと公務員試験を。結構若い方いらっしゃいましたよね。若い方ですか。若い方いますか。20代の人が20代いた気がするんですよね。探してみましょうか。気のせいかな。あと海外の方も取れるんですね。すごいですね。在外邦人の方と、あと外国人の方でも、うん、日本に関連する何か貢献をすると受賞できると、まあ、基本的に見てみるとアベレージが70以上ですね。そうなんですね。70以上どころじゃないかもしれない。20代いますか。いますか。でもね、一番最初に名前ついてるね、羽田勉元首相ですね、はい、あ、首相とかだとやっぱ、ね、首相経験者、
もらえるんですかね。与謝野薫さんとかもらったんですか。ああ、政治家、まあ、国会議員さんとかももらえるんですね。うん、あと1… いや全然若い人いないっすよ。いないっすよ。気のせい。これなんかあの名誉賞みたいな、そんな感じですよ、ね、きっとね。そうですね。うん。はい。そんな感じでしょうか。あとこれちょっと社説気になるのありますね、はい、社説これあれですね、社説って私もっと例えば天聖人語とか1ページ目にあるようなイメージ、まあ、これは家屋春秋もあるんですけど、あ、社説って普通あの東京の2面にありますよね。あ、かもしれないですね、うん、家屋さんは5面に社説がありますね、まあ、そうですね、社会の、はい、あ、気になるテーマですね。これ我々にとっては就活解禁見直しということでですね、まあ、就職活動解禁の時期ですね、まあ、実はあの、うん、これまで前まであの10月だったのを12月にしましょうということ で、 そうですよ、ね、遅くなったのがつい 2,3 年前だったんですけど、僕が13年卒の年代はその年からだった気がしますね、はい、確かね。それをさらに見直しましょうというようなことで、まあ、国の方でそれをですね、まあ、指針として出すとか、あるいは、経団連の方で、まあ、そういった方針を出すとか、まあ、そういったことがですね最近もニュースになっておりましたが、はい、これも非常に難しいものですね。ちょっとここに書いてある内容は皆さんぜひ家屋新報を買って、ね、読んでいただければと思うんですけれども、これ安倍首相が、はい、まあ、はい、あれですよね、はい、その繰り下げたいって言ってるんですよね、はいはい、前なんか安倍首相が言ってたのは、はい、もう大学生がその卒業したら半年間ぐらいは働かないでちょっとフリーな期間を設けたいみたいな、あ、大学入学する前でしたっけ、どっちから。あ、それはですね、実はあのギャップイヤーという用語がありまして、これはそのイギリスなんかでは実は制度化されているんですね。あ、はいはい、あの高校卒業してから大学に入学するまでの半年間をボランティアだったり、うん、そういった活動に使うと、それをギャップイヤーというふうに呼んでいて、まあ、おそらくそういった取り組みをですね、まあ、日本にも導入してはどうかという提案なんじゃないかなと思いますけれども、まあ、そうなっていく可能性は、ね、はい、大いにありますね、これから。そうですね、まあ、東大なんかも9月入試にしたいという、はい、ありましたね、はいはい、これからまあ、はい、だんだん変わっていくんでしょうね、そういったところも、ね、あの、はい、東大 の、 その8月入学、ね、9月入学かについてあの、コメントとしてですね、なんかその、高校卒業してから入学するのに半年で卒業も半年ってなってしまうと、前と後ろで合わせて1年間も就職にギャップが出てしまうじゃないかというようなコメントがついていて、うん、私はでもなんかそれを読んだ時に非常になんかこうやっぱり今の人たちは大学に入るっていうことの意味も完全にこう見失ってるんだなというのは個人的にはちょっと感じてしまってですね、決して就職予備校じゃないですよ ね、 そうなんですよね、まして天下の東大ですから ね、うん、ね、もちろんその官僚になる方とかもいらっしゃるでしょうけども、はい、やっぱり大学って私はまあ本来は学ぶところ学問をする場所であって、さっきの数学のようなことを、うん、なぜこれはそうなるのかみたいなことを研究する場所だって考えると、まあ、もちろん就職しなければ働かなければ生活していけないっていうところはもちろん一つあるんだけども、大学の役割っていうのもそれでそんなにこうホイホイ変えていってしまっていいのかなっていうのもちょっと違和感感じたりとかしてですね、あるいはそうは言ってもそのじゃあ 法律で、あるいはその強くこう政府が打ち出すことによってその就職活動のタイミングとか縛っても果たしてそれが本当に意味あるんだろうかみたいなことも、その就職活動があるから、学問あの 大学生が、うん、あの3年生4年生で勉強しないっていう話なのか、そもそもその大学の学問に魅力がないとか、あるいは意識の問題だっていう話なのかっていう、私はなんかそこはすごく違和感を感じるんですよね、うん、僕が卒業した山形大学もですね、はい、どんどんキャリア教育の方に力を入れ始めたんですよ。やっぱりそのこれは大学はある意味で大学の役割を否定しているような感じが僕はしてですね、そうですよね、これだとまあ大学は研究機関としてやっているのに、もうやっぱその就活っていう学生のニーズに合わせてそういったシステム作りになっていってしまうっていう、はい、どこか矛盾を抱えたね、はい、だから僕はやっぱそのフィンランドとかだと、はい、もうフィンランドでしたっけ、スウェーデンですね、スウェーデン、はい、スウェーデンだと大体その大学っていうのは2つ2種類あるんですよね、で、まあ、4年生の研究をしたい人用の、はい、まあ、日本みたいな大学とですね、はい、で3年生の専門職大学院っていう、はい、もうちゃんと眠いですか。あ、大丈夫です。せっかく今カメラ映ってないタイミングを見計らってアクティブしたので突っ込んだら意味がないじゃないですか。
まあね、5時なんでね、はい、いや、なんかちょっと硬い話もあったの、こう、ゆるく、大丈夫です。さっきの数学2以上に硬いものはありません、この世の中。いや、でも結構ゆるかったですよ。いや、上下の寝てたからあれだと思うんですよ。みんな適当そういう裏話全部言わなくていいですから、ちゃんと聞いてたから、あっち。聞いてました？聞いてましたよ、ちょっと。大丈夫ですか？そうですよ、気合い入れとくっていうんでね。はい。はい、ありがとうございます。はい、このね、コーナーに。はい、これあのちょっと飛ばしました。これ外国面のニュースも、はい、あ、海外国際総合面ですね。イタリア大連立政権発足発足発足やっぱこういうとこ間違えますよね。朝ですから、朝しょうがないですね。はい、はい、これあのまだベルルスコーニさんがねまだ頑張っちゃうっていう、はい、そう、確か90代ですよねこの方。あれなんか僕ベルルスコーニさんってなんかいい感じがしないんですよ、はい、あ、そうなんですか。なんかあのすごい人ですよね。あの、はい、ちょユーストリームの配信なんで彼の発言ちょっと取り上げられないです。あ、そんなに結構過激なこと言ってる。へえ、過激なんです。しかもでもなんかこの方、あれこの人なんかあと、うん、売春みたいなことやっちゃったんですよ確か。へえ、ね、なのに再任したんですか。そうなんですよ、この人ってすごい。あと AC ミラーのオーナーなんですよ、サッカーのそう。へえ、大統領が。大統領が。へえ、珍しくないんですよね。あのブッシュ大統領も確か、うん、なんか大リーグの球団持ってたんですよ前。へ、会社の社長とかで。ほいほいほい。割と海外だとその政治家がそういった持ってるって珍しくないんですよ。あ、そうなんですね。昔オーナーだったの。まあ、でも日本でもあんまり数少ないですけど、例えばその麻生さんとか今の副総理なんかは財閥の、ね、家系の、まあ、元社長みたいなところですし、まあ、むしろ日本があまりこう経営者が政治家になるっていう例が少ないんだけど。そうなのかもしれませんね。逆に、うん、なるほど、はい、なるほど。ちょっと、はい、まあ、これ、あ、もうスポーツはちょっと、スポーツは、まあ、タケッチ FC に、ね、あ、ちなみにさっき就活の話しましたけど、今日の2時から就活トークしますんで、あ、はい、ぜひ皆さん、ぜひぜひ聞いてください。ちょっと名前の方もここで言っちゃいましょう。はい、はい、建前の木の就活支援道場破りというイベントをですね、実は隔週水曜日に開催しているんですけども、それは普段はユーストリームとかではなくてですね、この場所で、まあ、来てくれた参加者の皆さんとこう率直にですね、就活動についていろいろ語り合うというイベントなんですが、これを今日は初めてユーストリーム上で、やってみようということでですね、はいはい、まあ、そもそもこの時間に私が起きているので果たして2時からその番組をちゃんとやれるのかという非常に疑問が残るところなんですけどもね、はいはい、いや、きっと漆屋さんなら大丈夫です、はい、もう今の時点でもうすでにこう眠すぎて頭が痛くなり始めているところなんですけど僕もそんななんかね、はい、ダメダメコンビでこの朝のニュース、ここ、ね、若さが違うからね。いやいや、その、はい、あ、なんかあと本とか、はい、なんかさ、もうさっきからこう区切りがないんだよ会話トークに区切りがない。いや、それがいいんじゃないかな。おはよう仙台。おはよう仙台ってね、はい、まあまあいいや、はい、じゃあ次の話題です。次の話題、あ、はい、本だ、僕本が気になって、本が気になる、どんな本が、このそういえば話題になりましたけど、この色彩を持たない田崎つぐると彼の巡礼の年、村上春樹、読みました。ああ、読んでないです。読んでないですか。なんか並んじゃったりしたんですね、はい、すごいいっぱい、もうなんか新作ってことで、はい、いや、まあ村上春樹はいつもそうですけどね。あ、そうですね、はい、ちなみに読まれた方いますか、この中に。さすがにみんな24時間配信忙しかったそうです、はい、あ、なるほどね。準備が、そう、私も実は村上春樹さんはダンスダンスダンスしか読んだことがないんですけども、はい、村上春樹さんは、ね、すごいですね、まあ、なんか今回タイトルがあの一部でなんかちょっと確かになんか長いですね、ライトノベルっぽいとかってなんか言ってたんだ。全然別にライトノベルっぽいと思わないですけどね。あれを言ってる人は何でしょう、なんか主人公の名前が入ってると何でもライトノベルそういう発想なんですね。鈴宮春日の言うみたいな感じの名前が入って全然ね、そんなことないと思うんですけど、勝手なイメージですね、はい、そうですね、はい、はいはい、じゃあ宮城の総合のページですね、今度宮城に来ましたね、やっと、はい、お、地産地消メニューで勝負、ほうほう、何を売っているんでしょうか、これはレストランですね。レストラン仙台市のノート食のフロンティア推進特区の第1号に指定された、あ、仙台イーストカントリー、イーストカントリー、イーストってことはやっぱパンですか、ね、イーストティンですからね、あの、うん、米粉麺、米粉麺にぎり、イーストイースト、米ですか、でもどっちなんだこれは。あ、でもイーストカントリーというところがその6次産業の取り組みを本格させて、それを支援受けたあのお米のレストラン、お米の、ね、結局あ、はい、パンじゃないですね、まあ、この支援した先はお米を扱っている店ということですね、はい、
っぱり地産地消っていうことなので、あの宮城さんのお米だったりとか、あとこう具材中、おにぎりの中の具材も、うん、気仙沼さんのお酒とかいい、ね、筋子とか、うん、そういったものを使ってっていうような話ですね。来月2日にこれどこでオープンするんでしょうね。場所が、場所がオープン、カバの町、カバの町、若林区ですよね、はい、若林区カバの町、はい、僕カバの町中学校出身です、はい、あ、そうなんですか。じゃあこれぜひ行ってレポートしてみ、あ、そうですね、次の分かりました、はい、ちょっと挑んでいきたいと思います。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。します、名残の桜、もう桜さすがに散りましたね。まだ、うん、なんか見えないかな。昨日でも荒脇に行った川崎町で知ってたんで、仙台も知ってるんじゃないですかね。知ってますか、うん、ちょっと、はい、もう誰か調べて、昨日荒牧は散ってました。ああ、はい、そうですか、残念ですね。はい、でも今年仙台の桜長かったですよね。長かったですね。結構2週間ぐらい咲いてたんじゃないですか。うん、結構長、はい、確か、うん、はい、2週間前ぐらいで見頃だった気もしたのに、なぜかそれが1週間ぐらい続いてる。結構伸びましたよね。え、よかったです、雨も降らず、そんな風も強く、そうそう、花見もずっとできてみたいな、ね。こうなんか今年あのこの昨日東京でお会いした、東京の人がこっち来ててお会いしてたんですけど、なんか東京の桜は今年かなりすぐ散っちゃったらしくて、なんか一気に暖かくなってバッて咲いたと思ったら、あのすぐ寒くなって雨降って、それで全部持ってかれたみたいな、うん、仙台は逆になんか気温が上がりすぎなかったからなのか、確かになんか同じような気温で、うん、そうそんなね、あの暖かく、はい、すぐ暖かくならなかったから、そう、まあその分なんかあまりつぼみとかね、葉が生えてくるのがね、はい、遅くなったのかなって感じですね。長持ちしましたよね、はいはい、非常に良かったなと思います、はい、次だんだん進んできてる、はい、もう後半の方になってくると何を取り上げていいかわからないというか、あの個人的なのが多いんで、ちょっとこれ取り上げるのどうなのかと ね、 そうなんですね、まあ、小学生のちょっとね子たちが、テレビ欄の話でもしますか。テレビ欄、あ、ちょ、何やるんですかね。あのなんかあの、はい、漆屋さんのなんかコーナーとかだと大体あの、はい、僕テレビ見ないんですよみたいな、テレビないっていうんで、はい、でここは最近あの、ね、はい、テレビに疎い漆屋さんがちょっと、はい、まあ、これ勉強するみたいな意味で、でもこれテレビ取り上げちゃったら皆さんイファやも見なくなりますよね。これだから裏番組ですね。裏番組ですね。裏番組がたくさん載ってるわけなんですけど、はい、あのこっちが表ですからね。これがメインチャンネル。そう、これがメインチャンネル。これがメインですからね。こっち裏ですからね。民放は。裏番組ね。はい。はい。おはよう日本っていうのが。日本。おはよう日本っていうのが7時から NHK。7時から NHK で。まあ、はい、僕たち全然関係ないですね。そうですね。はい。おはよう仙台とか銘打ってるけど別に関係ないですね。私学生時代にアルバイト、夜勤のアルバイトをしてた時はですね、はいはいはい、このあの宮城テレビの4時10分から始まるおはよんってやつをですね、よく見てたんですけど、これ皆さん見たことありますかね、これ。早朝のニュース番組なんですけど、そう、これはですね、結構あの宮城テレビってあの普段深夜にあの NNN24 っていうあの日本テレビ系列の、ね、ずっと夜中やってるあれ、そう CS 放送のあれをですね。こう流してくれてたりして、結構あれ夜勤の時重宝するんですけど、あたまにあの設備点検のため放送休止しますとかって言ったら、あれはない日がですね、地獄でしたね。眠くてしょうがないです。何も見ることないから、でもあれもループしてるから結構辛くないですか、はい、まあ確かに何もないよりは、まあね、あと大体あの NHK の環境映像みたいなしかね、 3時台とか4時台になると なんかお花畑にシルエットのバレエダンサーが踊ってる映像とか、それですか、なんか40年ぐらい前のなんか東京 の, なんかあの交通渋滞の様子とか延々と流してる映像とか、あとなんか砂漠でなんかあの毛の生えた虫、あの動物がなんかそって穴の中に入る映像とか、それは当たりですよ、むしろその映像は当たり、普段見てないものが見れるので、本当なんかただの環境映像を流された時はね、なぜ NHK はあれを流してるのかっていうのが謎はしょうがないです、ね、早く寝ろってことじゃないですか。ああ、寝ろっていう、そうですね、夜勤アルバイトしてる身にとってはもう辛いですよね。辛いですね。やるもんじゃないですね。節電っていうからにはやっぱりもう、でも宮城のテレビはまだ夜ほとんど終わりますけど、はいはい、東京って大体もう24時間やってたりするとかもあったりするじゃないですか。まあ、電気代無駄ですね。だから、まあね、いいですね、問いつつ僕たちも24時間やっちゃってますけど、ね、まあそうですね、我々は、ね、まあ1年に1回なんでね、はいはい、皆さん手回しで見てください、はい、これで手回しでパソコン充電しながら見てください、ね、はい、見てください、はい、というわけで、なんか普段テレビって見ますか、
僕も見ないですね最近。でも結構ローカル番組あるじゃないですか、はい、例えば TBC さんだったら、さっきゲストに出ていただいてましたけど、 TBC さんだったらウォッチ宮城、ウォッチ宮城ですね、はい、今何時ぐらいからやってるんでしょう。結構始まる時間がいろいろ変わるんで、7時20分ぐらいとかからですね、ウォッチ宮城、あそこは独自の天気予報とかあって非常に面白いコンテンツですよね。あとはその次は東日本放送さんの、突撃生意気テレビ、はい、本間ちゃんがこれから実は6時からですね、河原で、オラホのラジオ体操というラジオ体操をですね皆さんでやるんですけども、そのオラホのラジオ体操って実は本間ちゃんが石巻弁で喋ってるんですよ。はい、なるほど、本間ちゃん。そう、本間ちゃん、宮城が誇るローカルタレント、ね、まあ、宗さんとどっちが有名ですか。宗さんの方が全国的な知名度は高いですけど本間ちゃんの方がやっぱね、まあ、ちょっと若いというか、これからもう、これもう将来性がある。そうそうそう、ラジオ番組とかも非常に面白いんで、結構個人的には好きです、本間ちゃんは。本間ちゃん、はい、教えていきましょう。特に金曜日の午後にですね、デート FM でやってるエアジャムフライデーはですね、非常に面白い、トラックうんちゃんたちの投稿コーナーとか本当にトラックうんちゃんがやってるのか、それともはがき職人がトラックうんちゃんのふりをして投稿しているのか、非常に怪しい。トラックうんちゃんはラジオ聞いてるの運転しそうですからね。いやいや、もちろんもちろん、ラジオは、ね、トラックうんちゃんたくさん聞いてますけど、うん、でも写真はがき投稿するのかと、ね、いうところは若干あったりしますね、はい。で、あとローカル番組っていうとやっぱりオーバンですですかね、まあ、そうなんですけど、僕はあとですね、はい、今日はやってないんですけど、はい、ぼんやりぼんやりテレビ、ずっと、はい、ずっと僕は山形いたんでちょっと見てなかったんですけど、はいはい、でも全国放送になったんじゃなかった。なったんですか。山形でもやってましたよ、時間違うんで。あ、嘘、やってたの。あれ、やってるみたいですね。ひげえな俺ぼんやりテレビ深夜番組、明日でしたっけ、仙台だと火曜日の深夜ですね、はい、いやだから、はい、まあ、そのなん、あれでも、はい、あれどこでしたっけ、 TBC で、 TBC ですね、そう、 TBC でやってて、はい、それが全国に流れてるってすごいですよね、はい、そのなんか水曜どうでしょう、もうそんな感じですよね、はい、HBK がやってる感じで、いや全国にあったのすごいな、親父で。そうですね、はい、まあやっぱサンドイッチマン自体はね、はい、非常に面白いですし、面白いですよね、知名度も高いで、彼らがやっぱでも今でも仙台できちんと番組をねやってくれてるっていうのは嬉しいですね。いや素晴らしい、しかも、被災地とかよく行くじゃないですか、行くと大体何でか知らんけど、サンドイッチマンのサインが飾ってある店すごい多いんですよねじゃあいろんな店本当にじゃあ番組とかでも終わってるってことですよね。いや本当に感動しますね、はい、ずっと仙台のことを思ってくれてて、そうそう、まあ、震災の時もね、気仙沼にいたっていうことで情報を発信していましたし、そういったところもぜひと。オーバンですは3時50分から、ね、宮城テレビさんで放送してますね、はい、あとなんか今日あれですね、金ちゃんの仮装大賞やるみたいな、ね、金ちゃんですか、へー、はい、金ちゃん、なんか史上最高レベルの作品続々、これ毎回多分言うんでしょうね。それ言っちゃいけない。言っちゃいけない。言っちゃいけない。はい、でもな、はい、なんで香取慎吾も加わったんですかね。はい、何年か前。でも相当前ですよね。相当前に加わりましたよね。香取慎吾さん2人でやるようになった。金ちゃんだけでいいんじゃないかなと僕も。ああ。でも多分金ちゃんが引退した後に香取慎吾が受け継ぐってあれなんですよね。三男としては、ね。その割にはだいぶずっと一緒にやってますけど、ね。長々と金ちゃんが元気すぎるという。はいはい、でもやっぱり。ジャニーズにもいろんな人がいますけど、やっぱ香取慎吾みたいにこういろんな世代から愛されるキャラクターとかいるんで、やっぱジャニーズってすごいなって思います。それありますね。まあ、私普段テレビ見ないからわかんないですけどもしかしたら他にもいろいろいるかもしれないです。いつの間にかなんかキスマイフット2とかよくわかんないで出てきましたからね。え、キスマイフット2、何、私の足にキスしよう。配信してる、みんなキスマイフット2知らない。あ、知ってます、知ってます。知ってるでしょ。なんかジャニーズジュニアから上がってきたの、あれは。あ、そう、うん、なんかでも平均年齢が結構上がってますね。そろそろみんな30代となんです。30代、え、そんなの。俺も10代だなと思ったら、うん、結構29とか27とかもいます。で、デビューしたの。それデビュー、なんか下積みが長かったみたいで、へー、デビューはほんとここ4、5年、30代のジュニーズ、そうそう、30代入るかな、20代後半のジャニーズ。やっと日の目を浴びたんですね。いやでもなんかね、全くそのまま終わっていくよりはそういうチャンスがあるっていうのも
大事ですよ、ね、そうですね、再チャレンジが重要な時代ですからね、はい、はい、といったところでですね、ちょっと今適当なコメントしちゃいましたけど、はい、そんな感じで、はい、一応、はい、この新聞を読むというニュースの行いは、一旦終わりでございます。はい、だいぶ長かったですね。長かったですね。はい、では、仙台のまず、はい、まあ、天気予報もやろうかと思いまして、お、天気予報、晴れてるだけどちょっとね、気象庁のね、はい、あれを出してね、見てみたいと思いますよ。まあでも、ね、気象庁も大事ですけど、予報も大事ですけど、やっぱりリアリティも大事なんで、で、外もね、見ましょう。これどうですか。あ、ちょっとまだカメラが、カメラを変えていただいて、はい、で、こちら、はい、じゃあ、開けまーす。お、見ましょう。お、どうだ、晴れてるんじゃないですか。入ってますね。お、いい天気ですね。実はちょっとここからちょっとまだ月が見えますね。そう、音入ってますから大丈夫ですか、ウルシアさん。ウルシアさん、声ちょっとマイク。あ、声、あ、そう。月が見えるんですよ。まだ見えるんですか。ちょっと多分カメラには映らないと思いますけれども。今動画しますね。あ、いい。多分映らないと思う。光の関係で。はい。うん、いやでもだいぶ雲一つないですよ、今日は。快晴ですね。快晴です。はい、では、気象予報ではどうなっているのかと言いますとですね、はい、29日、はい、出ない。ちょっと、あ、出ました。西の風のち南の風、はい、海上では西の風やや強く、晴れ、昼過ぎから時々曇り、あ、波 1.5メートル、後ろ1メートルってどういうことですかね。後ろ後1メートル後ろ1メートルこっちは行ってもらうけどちょっと後ろの方が1メートルまあそれですね、では降水確率は、6時まで 0%、 6時から12時まで 0%、 12時から、18時まで 0%、 18時から24時まで、まあ、10% となっています。なるほど。今日の、仙台朝の最低が、6度、はい、日中の最高が19度ということで19度結構あったかくなってます。今日は上着いらないですね。いらないですね。そしたら、はいはい、じゃあもう花は散っちゃいましたけど皆さん、ピクニックとか行かないで9時まで24時間、はい、あの番組聞いてください。そうです。見てくださ い, ください。よろしくお願いしま す, します。晴れてるけど、うん、まあ、なんなら外で見ていただいても構いません。この番組そうです ね, ね、まあ、どこからでも見えると思いますからね。そうそう、気持ちいい空の下で If I Am 24時間配信ぜひ、ご覧ください。はい、はい、ですね。次はですね、はい、まあ、なんと、はい、あ、この言い方やだな。ちょっと真面目な空気で僕こう言おうと思ったんですよ、はい、なんとあの If I Am がですね、もう24時間配信をやってるってことで、はい、って感じで今始めたんですけ ど, ど、はい、そういったふうに考えたんですけど、はい、そのノリに行きます。今から行きます、はい、そのノリに行きます、はい、ですね、じゃあ現場の方にね、中継をつないでみたいと思います。現場ですか。ここ現場じゃなかったんですか。まあちょっと、はい、離れてる手で。あ、離れてる手で。いいですか。離れてる手で、はい、つまり、配信側に全然ね、はい、その何も言ってないけれども、はい、これからカメラを回したいと思います。はい、はい、ではちょっと今ね、僕の顔が映ってますけど、ケーブルがね、これこっちを動かせないといけないです。じゃあちょっと、はい、はい、僕から現場の方ですね、まあ、どうなっているのかというのをですね、あまり後ろの方を映さないんじゃないかと思いますね。番組の裏側をじゃあちょっとね、ここでね、はい、はい、じゃあ竹丸くんがカメラマンになりまして、はい、じゃあ漆屋さんがそのレポーターとなりましてですね、このまま行っていただきたいなと思います、はい、今コードがちらちら映っていますが、あ、じゃあカメラの方切り替えちゃってください。もうはい、で、はい、漆屋さんの方、あ、はい、映りましたね。こんにちは、おはようございます。じゃこれからですね、イファイアムの裏側をちょっとお見せしたいと思います。じゃあまずカメラこちらに回していただいてよろしいでしょうか。はい、すでに目が見えないぐらい細くなっていますが、はい、これはですね、今日ずっと番組を裏から支えていただいている、後藤くんでございます。おはようございます。おはようございま す, おはようございます。通称たけちゃんと皆さんから呼ばれていますね。ちょっとマイクが遠いので、はい、もう声が、はい、声、そうだね、声を大きくしないと聞こえない。あ、動かさなくていいです。はい、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだまだ番組折り返しにもなったようなね。そうだね、はい、僕はようやく番組始まって12時間後ぐらいになったら入ってます、はい、12時間半後の、9時半からお、タケチ FC でようやく僕は番組に出れるので、はい、そこから結構昼過ぎまで、はい、こんな感じで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、じゃあ右側にクッと回していただくと、もう一人いますね、スタッフ。はい。ちょっと痛々しい姿なんですけど。あれ、どうしたんですか。あ、でもさっき番組
出てましたよね、あの仙台どうでしょうで、出ていました。はい、じゃあ自己紹介。あ、はい、でもあれです、はい、あの先ほどはどうも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 、はい、ちょっと声張り上げないと聞こえないですよ、ね、あの、はい、仙台どうでしょう以来 の登場ですけれども、はい、まあ、裏方で、はい、配信してました。そうですね、ちなみに腕は全治何ヶ月ぐらいの、2ヶ月なんだと1ヶ月くらい。そう、なんかもう左手だけで配信していただいているという。はい、う無理しないでください、ね。はい、あの、はい、大丈夫です。そのうち治ると思いますので。はいはい、でもなんかね、こう怪我したからって言ってこう何にもやらせてもらえないとか、何にもねっていうのもすごくつまんないですもんね。うん、できる限りのことでみんなで一緒に番組を作っていくというのがこの IFIM のいいところだということに今決めました。はい。というわけで、じゃあちょっとですね、はい、回線気にしながら、ちょっとあちらの方にですね、こう本当の舞台裏を探っていきたいと思います。これ、抜いていいですか？はい、じゃあこっちの電源だけ抜いてください。まあ、グラグラしてますけども、はい、ちょっとね、ご注意しますね、はい。はい、では裏側の方に迫っていきましょう。ここはどこですか、はい、これは。はい、こちら、裏側。裏側。北奈良市の。北奈良市ということで。はい、こちらに注目していただきました。声入ってるかな、これ。さっきまで数学2を一生懸命、やっていた根本くんですね。はい、あのちょっとあの菊池くん、はい、ついでもらっていいですか。ちょっと今からあの根本のですね、真の姿をお見せします。なるほど、根本の真の姿をこれから見るということで、これイーグルスの中、なんかジャンパーか。お、なんだこれは。何これ、これは何ですか、これ。パジャマですか。パジャマですか。ネグリジェ。こんな可愛らしいのを着て毎晩彼は寝ているということです。そうですね。そしてもう一人いましたね。はい。これは誰ですかね。これは小松くんですね。小松くんですね。もう小松くんはそのままの格好で寝てますね。完全になんかあのね、はい、グレーのパーカーを着てすやすやと、はい、もう部屋、自分の部屋かのように、はい。寝ておりますね。はい、はい、ということでした。はい、で、あれこれだけしかいないのって皆さん思われるかもしれないんですけど、うん、はい、実はですね、他にももっとたくさんいるんですが、今なんと外にちょっとね、何かしに行ってるんですね。そう、何かしに行ってる、ね、何かしに行ってるんですね。はい、この様子はですね、まもなく6時からの番組で、皆さんに、お見せできると思いますので、はい、はい、つまりみんな寝てないということですね。はいはい、ぜひ楽しみにしていただければと思います、はいはい、では次のコーナー、はい、今社のコーナーに行きたいと思います。今社のコーナー、おお、あるんですね。今社をここでやります。はい、今社のコーナー、ちなみにその、普段、なかなか毎週 IFIM を見ていただけない方も多いと思うので、今社のコーナーについてじゃあ説明してください。はい、はい、今社のコーナーではですね、はい、急に振られて、実は僕は何を言うか今社についてそれほど詳しくないという。あ、そうなんですか。でも今社というコーナーはですね、はい、まあ、メールアドレスの方にですね、まあ、写真を送っていただいて、まあ、例えば、はい、まあ、笑顔311の、はい、はい、まあ、被災地の今であったり、まあ、日常生活の今をあの、うん、写真を送っていただいて、はい、それをまあ紹介させていただこうというコーナーですね、番組の中で。番組の中で、はい、ありがとうございます。はい、で今日は特別編ということですか。そうですね、僕がこれ初めてこのコーナーを担当するんで、はい、実はよく勝手が分かっていないんですが、大丈夫ですかね、あの写真の方、はい、写していいんですかね。はい、はい、じゃあいつものようにこう今日のというよりはいつものようにその写真があると。前回の放送終了、はい、から寄せられた。なるほど、先週のIFIM終了後に寄せられた写真を、はい、じゃあ今回紹介していくということですね。はい、それでは、早速1枚目の写真を見ていきましょうか。はい、はい、こちらですね。はい、これは、はい、ではどこですかね、場所は。はい、では読み上げます、はい、メールネーム、はい、ガーネットミヤリメディアチーム小山太郎さんから。小山太郎さん、ありがとうございます。コメントの方がですね、はい、写真救済支援思い出サルベージの、皆さんの黙祷です。あ、黙祷してる写真なんですね。 あれですか、津波と被ってしまった写真の復元とかそういったことを洗ったりとか、そういった作業されてる、ね、写真救済支援ということなので、はい、思い出サルベージ。あー、はい、サルベージってなんかエヴァとかで聞いたことあります。そっちですか。あの掘り起こすとか。そうですよね、そういう意味ですよね、あれね、はい、なるほど。あ、でもそういった活動されて、はい、これ最近の写真ですかね。
今でもやっぱこういった活動をされてらっしゃるって多分ことなんでしょうね。もちろんそうですね。金子宮城さんはこの前、前回も出演していただいた、はい、ぜひ続けていっていただきたいですね、はい、では次の写真の方に行きましょうか。はい、はい、お桜ですね、はい、メールネーム今社、今社ということはこれ誰かメンバーの方なんですかね。はい、桜じゃなかったですね。ちょっと戻してます。違ったですか。んん、カメラこっち、カメラ、あ、画面が、はいはいちょっとトラブルですかね。はい、セイクを引く桜こういった間、すみません、今桜の写真ではなかったですね。桜の写真ではなかった。はい、少々お待ちください。少々お待ちください。はい、え、でも今写真です。ヤンタさんヤンタさん、ヤンタさん、ヤンタさんの写真。何が起こったんですかね。はいですね。はい、というわけで、はい、こちら出ましたかね。はい、はい、コメントは、でこれおな、メールネームのもう一度、ヤンタさん、ヤンタさんですね、はい、メールネームヤンタさんから、コメント、初夏並みの暖かさだった。帰り道花水木が綺麗でした。池の水温も上がり、神さんが気持ちよさそうに小裏干しでし、ん、小裏干しですよ、です、はいはい、ですよ、はい、ということで、じゃ花水木の写真ですかね。これはこれは花水木の写真なんでしょう。はい、あ、亀の写真、これ、これはコーラ干ししてたんですね。あ、なるほど、なるほど、あ、写真なるほど、はい、コーラ干しでしたよ。あ、そういうことですか。なるほど、こうやってコーラを、どこ の、 あの池なんですかね気になりますね。はい、関西の方じゃん。あ、関西の方の方、なんと、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はちょっとさすがにこんな時間なんで見て、なんか、ね、見ていただけたらすごい嬉しいんですが、はい、どことかね、コメントしていただきたいですよ、というか。はい、では、はい、じゃあ次の写真の方行きましょうか。はい、はい、ではいいですかね。はい、メールネーム千葉さんから、はい、コメントもいただいてないんですが、ちょっとこちらからの画面ですと、何が起こりましたでしょうか。あ、大丈夫ですか。はい、これは何ですかね。ちょっとちょっとこちらの画面からはちょっと見えないんですけれども、桜ですかね。桜ですね。桜ですね。あ、桜、あ、いい写真ですね。次の写真は分かりやすいですね。川沿いの、あ、はい、あ、これどことか分かりますか。これ千葉さんだから千葉県とかそういうわけではなく、いやいやいや、僕の友達なんですけど、はい、何も送られずにこれだけ送ってます。まあ綺麗だったっていう、ね、仙台の方ですか。仙台、あ、じゃあ仙台の桜の写真ですね。これどこですかね、仙台の。川だからこれ広瀬川かな。広瀬川のこんな感じですね。皇居の周りとか。へえ、いいですね。へえ、なるほど、なるほど。はい、はい、じゃあもう一つぐらい紹介しますか。じゃあもう一つ、あ、もう、はい、2つくらいありますね。はい、はい、メールネーム次は、お酒のお供のタコの漬物さん。はい、あ、なるほど、なるほど、なんか多分この空間にいるんじゃないですかね、はい、その人はね、送った人、あ、そうなんですか。撮影場所は藤崎の前ということで、藤崎の前、この写真何と言いますかという、はい、なんかキャラクターがいますね。キャラクターですね、はい、HTB のおんちゃん、おんちゃん、おんちゃんですね。あ、北海道の、あ、まあ、民放の、水曜どうでしょう。はい、そうです、そうです、そうです。おんちゃんがいましたと。なるほど。水曜どうでしょうが好きな、はい、僕にはとても嬉しかったということで、お、はい、実は本家が、はい、いたということで、藤崎の方に、はい、あの実はこの現場に僕もいたんですけど。あ、そうなんですか。いつもおんちゃん見ました。大泉洋とかは来てなかったんですか。来てなかった、おんちゃんだけ。 あと他にもゆる、あ、キャラクターの方がいたんですかね。はい、はい、ということです。じゃあ次の写真の方行きましょうか。はい、ちょっと形式が違う、形式が違う、なるほど、少々お待ちください、少々お待ちください。はい、おんちゃん、はい、おんちゃんってなんでおんちゃんって名前なんですか、ね、なんですかね。知ってる人います。おんちゃんみたいな、おんちゃん、おじちゃんみたいな、それちょっと本当にそうですかね。それちょっとあれがちゃうね。時間があったら調べ、はい、ちょっと調べてみますか、おんちゃん。はい、あ、今画面表示されましたよ。あ、調べされましたか。はいはい、では続いての最後の写真、最後の写真の方ですね。はい、行、はい、きましょう。メールネーム石垣さんから、はい、石巻で子どもたちとサッカーを楽しんでいるものです。6月に中学生が主催するサッカー大会があり、現在会議を重ね開催に向けて頑張っています。写真は帰りの模様です。多いですね。なるほど。これあれですよね、はい、その小学生とか、多分当時小学生とか中学生だった子たちが、はい、
まあ、結構グラウンドでサッカーとか実はできなかったんじゃないですかね。ああ一時期、うん、なるほどそうですよね。場所もないですもんね。ですしやっぱその波で被害を受けたところの校庭って割とその小さい瓦礫とかが、はい、ああ残ってしまっていて、そうです、あの例えばガラスの破片とか、はいはいはい、そういうところでやっぱサッカーができなかったりして、はいはいはい、2年目をやって迎えて綺麗になって、はい、まあ、できるとか、はい、そういう状況なんじゃないですかね。うん、そうですよね。それに向けて、はい、ああなるほど、フェイスブックページ、はい、はい、紹介していただける、フェイスブックの、はい、僕の方で出てきましたね、はい、あ、はい、これ中、うちのね、はい、代表の中子さんもこのイベントの方に出席するということですね。はい、はい、先ほど、あ、いや、中子さんは今日は出てないんですね一度も、はい、出てないことになって、あ、出てないですね、はい、まあ出てないことに、はい、場所の方はですね、はい、IFA サッカー場予定ということで、これ多分石巻なんですよね、はいはい、石巻市内のサッカー場ということで、うん、時期の方が6月中旬の土 日、対象が小学生から一般、あ、幅広いですね、一般の方も参加できるんですね、はい、ファミリー女子も含む今後もかということで、誰でも参加できるということですね、はい、そうですね、ぜひね、体を、まあ、はい、サッカーをでね、まあ、動かしたいという方はぜひ参加してみるといかがでしょうかということで、はい、まあ、はい、多分これ石巻の人じゃなくてもね、参加できるんでしょうから、まあ、そうですね、石巻にね、はい、縁のある方とか、あ、ちょっと石巻で一緒にね、はい、という方はぜひ、ね、参加してみてください。はい、はい、といったことで結構、はい、いいお時間なんじゃないですか、そうそう、そうですね、はい、なんかそろそろ次の6時からのですね、コーナーの準備がで、ね、あ、できるんじゃないかなと思いますけど、ということで僕はちょっとフレームアウトしているんですが、え、なんでちょっとあの、はい、コールください。はい、あの最後のね、コーナー、占いのコーナーに行きたいと思います。あー、なるほど、はい、はい、占いのコーナーにですね、行きたいと思います。少々お待ちください。はい、少々お待ちくださいって言って本当に待っちゃったら放送事故になっちゃうんですけど、まあそうですね、はい、はいはい、というわけで本当に、まあ、6時にもうすぐなるんですけど、これ見てる人いるんですか、本当にこれ。これ何ぐらい見てるんですか今見てるの、はい、今は16人16人、あ、結構見てる、はあ、多分今みんなパソコンつけたまま寝てるんじゃないですかね。すごいね、起きてます。コメントとかないですよね、さすがに。ソーシャルスタジオ見てなかったんですけど、全くコメントはない、はい、ということで、はい、見ながら、あ、みんな寝てるってことですね。いいですね、このまあ、具体者の別に、だから起きたらまたやってるんですよ。ああ、ああ、まだやってんだみたいな、まあ、あ、はい、あ、そうそう、うるさい、はい、次の、え、次のコーナーがあるのでね、はい、はい、じゃあ、はい、まあ、早速占いの方に準備ができましたので行きたいと思います。ではちょっと PC の方お願いします。はい、今日の占い、はい、今日の占い、カウントダウンはない、はい、ない、あ、はい、ハイパー、今日の占い4月29日、はい、ドンドン、お、1位サソリ座、お、面白いことが起こる1日、 FIM を見ればさらに面白いことがあるかも、なんとサソリ座の人、はい、ラッキーパーソン、ユーストリーム配信をしている人、お、はい、はい、はい、ユーストリームの配信をしている人が、はい、そうですね、サソリ座の方はちなみにこの中にはいらっしゃらないですか。いらないですね、はい、いないようですね。サクサクといきたいと思います。はい、はい、2位、2位、あれ写真消えちゃってる、2位、2位、はい、伊手座、伊手座、はい、まあ、サソリ座の次に、まあ、いい運勢、それ以上でも以下でもない、なんと3位、もう2位の時点でそれ以上でも以下でもないとか言われちゃうとこの後が怖いですね。そうですね、はい、3位双子座、はい、新しい世界が開ける日、何事にも恐れずにチャレンジしてみよう。おお、4位、はい、では4位乙女座、すべてがうまくいく日、ただ油断は禁物、禁物だからな。はい、こう、なんで怒ってるんでしょうか。わ、はい、からないですけどね、はい、はい、じゃあ次、7位、5位からいきましょう、はい、5位、ヤギ座、はい、会いたい人に会える日、会えなくて震えることは決してない、うん、はい、うん、いや、6位、カニ座、はい、電車が幸運の鍵、電車に乗って旅に出よう、はい、ただしユーストリームは見るんだぞということで、ユーストリーム、電車の中で見るんですか。あ、見てください、あの、イヤホンつけて、はい、7位、大牛座、私は大牛座です、はい、風邪には注意、はい、あ、風邪をひかなければきっといい生活で送れる。いや、どう考えても明日風邪ひきますよ、ね。こんな調子で続けてたらね、はい、引かなければいい生活です。はい、はい、8位天秤座、はい、まあ、いいのか悪いのか分からない日です。なるほど、まあ、だって8位とか微妙でしょ。まあ、確かに8位ですもんね、はい、微妙、誰が決めた8位なのかにもよりますけどね、うん、はい、コメント思いつきませんでした。はい、はい、次、はい、はい、注意、水亀座、水に注意、水があなたを襲います、振り返るとそこには水、ちょっとなんかあんまり不穏なですね、この表現は。私水亀座だ。多分あのね、きっとね、誰かにね、なんかね、コップとかで水かけられてる。ああ、岩田さんとかにやられそうです。やられるね。はい、機材汚さないように気をつけてください、ね。はい、今後の展開に期待ということですね。はい。はい、10位魚座。はい。忘れ物をしてしまうことが多いかも。お出かけの前にはポケットを確認だ。なんか普通の。普通ですね。普通ですね。はい。11位獅子座。はい。何もかもがうまくいかない日。はい。開運の鍵は5ブリッジに行くこと。
来てください。来てください。お待ちしてます。はい、はい、じゃあ最後一番悪い運勢ってあれなんですかね。はい、はい、じゃあ12、あれ12、大羊座の方、あらあら、気分が悪くなってしまう一日、暗くなってしまう一日、一人でいたら落ち込んでしまうよ、まあ、外に出てね、ファイブリブリッチに来ようかということで、はい、ラッキーパーソン、イフアヤマの作ということになっております。はい、ちなみにお羊座って誰なんでしょうね。誰なんですかね。あら、いない、あ、いた、あ、あ、違う、違いますか、はい、まあ、ぜひ来てくださいということ で、 そうです、ね、はい、今日の占いのコーナーでした、はい、じゃあ PC の方切っていただいてですね、はい、はい、じゃあこれからまあね、起きてね、もしかしたら仕事に行く人もいるかもしれませんので、では、はい、今日も一日頑張っていきましょうということで、はい、いいんですかね。はい、はい、じゃあ以上、以上でした。おはよう仙台のコーナーでした、はい、はい、いや今日いい一日をお過ごしください。おはようございます。でもいい方を見てください。そういうことでした。言ってるよ、はい、録画停止して、はい。